この配信はチョコボの不思議なダンジョンのプレイ配信となっております。今回の配信が3回目の配信になるんですかね。第1回と第2回の配信で、本作の一番最初のダンジョンですね、そこを攻略して、前回やっと最初のダンジョンをクリアしたんですけど、その直後に今のチョコボの後ろにあります新しいダンジョンが出現してしまったので、今回からね、その2番目のダンジョンの攻略っていうのをやっていこうかと思います。装備品とかは大体預けて、荷物は今これぐらいしか持ってませんけど、また新しいダンジョンの中でもですね、いろいろなものが拾えますので、集めながらね、今回も奥へと進んでいきましょうか。ちなみにですね、2番目のダンジョンは60回まであるんですね。最初のダンジョンが30回まででしたけど、今回もっと長いので、多分一番奥にたどり着くまでにまたしばらく時間もかかると思いますけどね。とりあえず今回の配信では今やってる2番目のダンジョンの15回ぐらいまでは降りておきたいですね。なので、1回の配信で15回ずつぐらい降りていくとして、そうすれば、4回目ぐらいには最深部にたどり着くかなっていう感じではありますね。なるべくモンスターファイルの情報を埋めたいので、識別のカードをモンスターに投げたりもしないといけないですね。魔法も鍛えたいし、ほんといろいろやりたいことが多すぎますね。折れ曲がったカード。ゴブリンが落とすカードって何だったっけな？マップカードか。ギトギトの薬は、ポーション。爪は、鉄の爪はあんまり使わないんですけどね。もういつも言ってますけど、革の爪の方が欲しいです。艶出しクリームが作れますからね。ダンジョン2番目ですけど、浅い階層の敵は全然強くないですね。倒しやすいです。というわけで、どんどん降りていきましょうか。時間がありそうだったら、さっき目標が15階までは降りたいと言いましたけどね、もっと下の方まで目指していこうかなと思ってます。本結構拾えますね、今回は。まだ敵が強いわけじゃないから、本は使わなくても大丈夫ですけど、ちょっと下るとね、またすぐに敵が強くなりますので、なるべくそういう敵に魔法の本は使っておきたいんですけどね。こいつは初めて出るモンスターかな。パオですね。ドリッピーのちょっと弱いバージョンの敵ですか。ほんと今回いっぱい本が拾えるな。絵の中、爆発ばっかり起きてますね。たまにダンジョンの中の絵ですね。調べると、絵の奥からアイテムが見つかったりすることもあるんですけど、今のところ、爆発の罠しか仕掛けられてないですね。敵は弱いし、正直経験値も美味しくないですからね。無視して進めてもいいっちゃいいんですけど。どうしたもんですかね。たまにいいアイテム落としてくれたりしますからね。時間に余裕があるうちは、しっかり敵も倒しながら進んでいきたいですね。首輪は？ガラスの首輪。ほんとなんでこの、俺が拾う装備ってよく呪われてるんですよ。戻り率が、えらく高い気がする。また本だ。こんなに落ちてるもんでしたっけね。今までが、運が悪かっただけなのかな。いいや。ポーション。回復アイテムも持ち歩けるうちは持ち歩いておきたいですね。あら、クレールさん。また会いましたね。カミラパパが助かったと思ったのに、次はアトラか。アトラがいなくなっちゃいましたね。彼の欲望は大きそうだからダンジョンも大きいだろうね。なんでそんなに詳しいんだって？
それは、しどろもどろになっていらっしゃる。ところで、逃げた。新しく見つけたアイテムを持ってきたのさ。新しいアイテム。植木鉢。多分鉢植えだと思うんだけど、よくわからないんだよ。カミラに聞いてみるといいよ。あの子に。彼女は花が好きだから、このアイテムの使い方もわかるかもしれないさ。え？じゃあね、僕の正体は秘密さ。クレールさんの正体は、一体何者なのか。やけに村の人に詳しいですけどね。鉢植えは、まあ、さっきクレールが言っていた通りですね、村に戻ってカミラに渡してあげると、木の実とか種を育てることができるようになります。決まった種と紙ですね、あと薬を組み合わせると、まあ、合成とかにすごく使える種を量産できるので、それ知ってると、後がすごく楽になりますね。もちろん、この配信でも、ガンガン使っていきます。もうバランス、ゲームバランスとか一切考えずに、もうとことん強化していきますので、容赦なくね、もう、サクサク進めるために、使えるものはどんどん使います。混乱した。混乱するとね、まっすぐ走れなくなるので、自然に溶けるのを待つしかない。マップ忘れる罠も踏んじゃいましたね。まあ別に敵が強くないから、迷ったところで、そんなに困らないんですけど。識別のカードよく拾いますね。イカスクビは。ホタルビか。ホタルビはいらないな。素早さか読み取りがあれば、大丈夫ですよね。今回はそんな、なんていうか、イベントも少ないと思うので、面倒な敵に絡まれたりでもしない限りは、もうサクサクと降りていけると思うんですけどね。やけになんか、今回元気の減りが早くないかな。ザラザラしたね。これナッツイーターが落としたから、ナッツじゃない？ですよね。川の蔵。川の蔵は、リサイクルボックスに入れたいですね。ここもイエローゼリーか。弱い敵しか、まだ出てこないですね。まあ、それはそれで、楽に探索できるんでいいんですけど。ナッツイーターがちょっと体力高めか。あら。今戦ってるパオが氷属性の敵なので、今のチョコボはアイスクローを装備してますからね。ダメージが通りにくくなってますね。もう持ち物いっぱいになったんだ。魔法の本もどんどん使っていいんですけどね。弱い敵に使うのはちょっともったいない気がするので。とりあえず識別のカードをナッツイーターに蹴っておきましょうか。痛い。最初のダンジョンと比べるとやっぱり全体的に敵の HP が高めですよね。まあ、せいぜい5とか10ぐらいしか変わらないみたいですけど。社員の本とか今、めちゃくちゃ溜まってるんじゃない？あ、こいつも松明の火を消してしまうんですね。ファイヤーでも使ってやりましょうか。よいしょ。氷属性なんでファイヤーはよく効きますね。で、この部屋が行き止まりか。行き止まりならもうちょっと探索してみましょうかね。こっち側とかなんか、いいものありそうな気がする。ポーション。ポーションはもういっぱいあるからな。二つぐらい手元にあれば、大丈夫だと思うけど。識別は、いいか。テレポボックスでもう呪われた首輪を送っときましょう。どのみちゃん持って帰って売るぐらいしか、使い道がないですからね。いってらっしゃい。ポーション。ポーションはいいよ。置いときまして。マップカード。ガラクタは？なんもない。
かまどの合成はまだしなくていいかな。あら、コメントいただいてた。対象選択を丸押しっぱなしで最速で最大火力が打てる。そうだっけ？てっきりあの、ゲージが、一番溜まった状態で打たないと弱いもんだと思ってましたけど。ちょっとまたなんか、魔法を使う機会があったら、やってみましょうか。5階に降りてきたと思ったら、これ魔石のフロアですよね。魔石。第2ダンジョンの一番最初だから、ラムーかな？帰る。ラムーの魔石ですね。あの、前回もお話ししましたけど、魔石は基本全部無属性ですね。あの、イフリートとか炎系のイメージがありますけど、このゲームの魔石はもう全部無属性ダメージになってます。最大火力で。さっきパオにファイヤー使った時のダメージが、まあ、とりあえずじゃあちょっとコメントでいただいてるので、丸押しっぱで撃ってみましょうか。うんうん。ゲージマックスを最速で出る。ああ、なるほどね。あの、ゲージ溜まったの見てから、丸ボタンを押すよりは、なんだろう、早く撃てる。っていう、そういうことを、あの、教えてくれようとしてたんですね。ありがとうございます。今まであの、ゲージ溜まったの確認してから、ボタンピッと押してましたからね。まあ、次からは、そういう風に使っていきましょうかね。うん、今の今まで、この情報を知らなかった気がする。ありがとうございます。これでちょっとだけあの、効率が上がりそうですね。これ乗っても何もないのは、なんだったっけ？フロア中のボムを自爆させる魔法陣とか、そんなんだったかな？確かそんな魔法陣があった気がする。沈黙。レベルアップの魔法陣になかなかありつけない。これは？変える。踏んだり蹴ったりだな、もう。ちょっと溶けるまで逃げよう。逃げる逃げる。よし。通常攻撃に関してもそうですね。あの、丸ボタンを押しっぱなしだったら、溜まった瞬間に撃てるので、こっちの方がいい気がするわ。ありがとうございます、ほんと。鉢植えはそうだ。もう普通にテレポボックスで送っていいよね。で、送ったばっかりなんですけど、ちょっとハムホイッスル一回使ってみましょうか。今、タンスの中には、いらない装備品しか使ってない、なんだろう、詰まってないんですけどね。使った時の演出が可愛いので、まあ、一回紹介も兼ねて、ドルクにアイテムを届けてもらえる、ハムホイッスル。ホイッスルを吹くと、もぞもぞと、ドルクが、タンスの中から、まあ、ランダムで一つ、アイテムを運んできてくれるんですね。雷の蔵。あの、本当に試しただけであって、別に欲しいアイテムがあったわけじゃないんですけど。プラス1がついてるならまあ、かまどとかで、今装備してる蔵とくっつけておきましょうかね。もうちょっと進んだらもうあの、合成で、装備品のレベルガンガン上げていけるので、そんなちまちま合成するのも必要なくなるんですけどね。テレポボックスでまたなんか送っとこうかな。送るものがないわ。どうしよう。識別のカードを置いて、これで空きができましたね。ドレインで開けましょうか。セクシーな首輪。セクシー。その正体は、スピードの首輪。ほうほう。キックのスピードがぐんと速くなる。なかなかいいんじゃないこれ。素早さの首輪とかじゃなくて、その、なんだろう、上位互換みたいな首輪でしたっけね。これはなかなかいいものを
ゲットできたんではないでしょうか。ちょっとだけチョコボのゲージが短くなってますよね。これはなかなかいいものを拾えたんじゃない？よし、じゃあ降りましょうか。あ、今いらっしゃった。どうもこんばんは。今もう早速第二ダンジョンの攻略中ですね。装備品の空きを、どうしようかな。鉄の爪はいらないか、もう。ドレインで開けまして。中身は？ツヤ出しクリーム。まあまあ、なかなか。作ろうと思えばいっぱい作れるんですけどね。もうツヤ出しクリームも。とりあえずアイスクローに。革の装備と、あとは石でね、リサイクルボックスがあれば、ツヤ出しクリーム量産できるので。革装備は割と拾えますしね。よいしょ。なんかやたらと今回、元気の減りが早い気がするんだけど。何かわからないカードはとりあえず持って帰るようにしましょうか。湧き水のカードとか凍土カードだったら、村の道具屋さんによればね、村がちょっとだけ発展するので、まあなるべく持ち帰るようにしたいですね。マップカードも使っちゃうか。テレポカードは、うん？ワープした。とりあえず今回の配信で地下15階ぐらいまでは潜っておきたいので、まあ、ちょっと急ぎ気味に降りていきましょうかね。敵はそんな強くないと思うので、まあ、そこまではね、楽々降りていけると思うんですけど。しわくちゃのカード。リムの本。敵が強くないからな。魔法あまり使う気が起きないんだけど。ふんふん。グレールが。かまどを見つめている。なるほど。ん？君か、ちょっと待ってね。ほうほう。これがこうなってて。さらにこれもこうで。こうなってると。すごい。何がすごいのか。もう知ってるかもしれないけど、かまどがパワーアップしてるのさ。種も一緒に合成するといろいろ変化するようなのさ。そうですね。今までは爪と爪とか、蔵と蔵ですね。まあ二つのアイテムしか、かまどに入れられなかったんですけど、それにさらに木の実とか、種を入れることでですね、装備品をさらに強化できるようになってます。うん。じゃあね。ラスクにも教えてあげないとね。なぜこのクレールさんは、村の人たちに、詳しいんですかね。なんでもないさ。怪しい。そういえばこの前渡した袋はどうだい？うん。22個入るって。うん。それはおかしい。ちゃんと持ってごらん。まだ増えると。よいしょよいしょ。そうそう。最初は18個しか持てなかったんですけどね。これでもっと入るようになったのさ。じゃあね。ありがてえ。アイテム26個まで。持てるようになりましたね。まただいぶ持ち歩けるようになりました。とりあえずまあ今種とかを使った合成はやらないんですけど、まあ後でガンガン利用します。レベルの種とかね拾えるようになると、もう今までちまちま武器とか防具を強化してたのが馬鹿らしいぐらいに効率よく強化できますからね。ダイヤの首輪。ダイヤはもう売っていいやつだな。実家に送りましょうか。もうでもタンスがいっぱいなんじゃないかな。帰ってきた。ダメか。タンスがいっぱいだとあんな風にテレポボックスが帰ってくるんですよね。なんでこまめに整理しないといけません。鉄の爪はいらないんだけどね、ほんと。革が欲しい。泥のついたカード。未識別のカードがほんといっぱい増えてきましたね。リサイクルボックスどっかないかな。
ナッツ。ナッツ。ナッツはまあ装備品と一緒に合成すると、強さがプラス1されますね。まあとりあえずなんかナッツとか余ってたら、かまどにぶち込んでおくと、まあちょっといいことがあるっていうことで、覚えておくと良さそうですね。掛け合わせる装備品がでもあんまりないから、いいや。袋がいっぱい。ナッツはでも今食べるのもったいないしな。ポーション置いてこうか。鉄の爪置いてった方がいいな。ラフメイル。ラフメイル。軽い。大きなやつの攻撃を軽くする。まあ、ダークタイタンとかオーガとか、そういう巨人タイプの攻撃を、なんだろう、軽減する。まあ、そういう効果があるんですかね。ダークタイタンとかね、前回すごい苦戦しましたので、まあ、この効果があると、ちょっと安定しそうですけど。ドレインって、こん中なんだったっけな。パサパサの薬。うん。わからん。塩水だったらね、エアロの本と一緒に入れて、素早さの種を量産できるんですけど。今のところいいペースで探索はできてますけどね。寝てるわ。起きて。チョコボ。目標は、今回の目標は、まあ、15階まで降りるっていうところなんですけどね。時間が結構余ってるようだったら、もう、それより下も進んでしまいましょう。もう奥の階層とかになるとね、一回潜るのに、すごい時間もかかるようになってくるので。あ、やった!レベルが上がった。よいしょ。ドキドキの薬。サハギンが落とすやつは、スローの薬だっけ?前なんかね、スローの薬、落としてたような気がするので。まあ、一応拾っておきましょうか。炎の蔵はいらないな。ハリネズミ。攻撃力は、可愛い見た目の割に高いんですよね。泥のついたカード。2枚目か。どうしようかな。一回もう装備品整理するために戻るっていうのもありかもしんないけど。ポーションをとりあえず飛んだ上で置いていこう。キャー、アイテムが欲しい。そろそろワンパンで倒せる敵もいなくなってますよね。鉄の爪いらないわ。あ、エアロの本があるじゃん。亀はさすがに強いな。こういう敵にはもう魔法を使った方が早いか。あ、本だな。袋がいっぱい。さっき増えたと思ったらまたすぐに埋まりますね。何捨てよう。とりあえずテレポカード置いとくか。ドレイン。ドレインはいるね。ナッツ食べるか?いや、ポーション置いとこう。ドローンついたカード。3枚目か。1枚ぐらい使ってもいいかな。使う対象が出てくるってことはこれオイルカードか?ですね。オイルカードはもう、まあ、一応蔵の方にも使っとこう。あと、このオイルカード地味にですね、呪われた首輪の呪いを解くのに使えるので、まあ、これはこれで、持ってて損はないんじゃないかな。ラフメイルは巨人タイプの他にボスも軽減できる。あ、そうなんだ。デビルチョコボとか。まあ、あれも確かに言われてみれば、でかいですからね。それは知らなかった。ありがとうございます。次でもボスと戦うのがこの2番目のダンジョンの60階に潜ってからですからね。
そこまで出番がないって考えると、ちょっと保持するのは難しいかもしれん。カメちょっと出てきたら魔法使いましょうか。おお。魔法のレベルもね、あんまり上げていないので、こういうところでしっかり使って強化しないといけないですね。もうそれかひたすらお店で不思議なしおりを買いだめするっていうのもありますけど。ラフメイルか。ボス戦は基本でも、殴り合いになるとね、やられる恐れがありますので。多分今回の2番目のダンジョンのボスは、そういう殴り合いはせずに、ちょっと別の手段で倒すことになるかと思います。一応本作最強クラスの爪がですね、今攻略中の第2ダンジョンで拾えますので、それさえ手に入れば、楽でしょうね。割と手に入れやすい割にですね、威力がぶっ壊れてるので、出てくれることを祈りたいですね。手に入れるにあたって面倒な合成とかも必要ないので、亀はちょっと下がって魔法で倒しましょうか。ファイヤーとかも、いやファイヤーやめとこう。社員がめっちゃ余ってるから。使うなら社員からかな。よし。魔石が落ちてる。見えてる地雷がある。地雷踏まなきゃ奥に行けないか。あとはカエルになるっていう方法もあるけど。痛い。いや。で、この魔石が、イフリート。いざっていう時は使いますからね、魔石も。置いて、いっぱい、そうだわ。また何か開けないといけないんだ。何をこう。テレポボックスはもうタンスがいっぱいだから使えないし。とりあえずナッツを置いて、ポーション。ポーションなんぞ宝箱に入れるんじゃないよ。期待しちゃうでしょ。ネズミ。ワイルドラットがたまにヘイストの薬を落としてくれますね。ヘイストの薬ボス戦でめっちゃ使うので、回収しておきたいですけどね。しわくしゃのカードってなんだろう。湧き水のカード。なるほど。これは持って帰ってお店に売りましょうか。本拾おうとしたのに、落ちちゃった。あ、牧人か。疲労状態になっちゃいますね、これ。牧人は確かファイヤーに弱いんじゃなかったかな。意外と HP が高い印象があるので、こういう敵はもう、きっちりとね、倒しておきましょう。ファイヤーに弱いってわけでもないのか。木なので燃えやすそうなイメージはありますけどね。よいしょ。ネズミもだいぶタフになってきましたね。パサパサの薬。あ、これがヘイストの薬か。なるほど。ナッツはもう食べちゃおう。貴重品が入ってる宝もあるな。一回魔石置こうか。で、ドレインで開けると。何が入ってる？ぷよぷよ下見。この宝箱に入ってる身はかなり使えるものが多いですからね。うわ、どうしよう。悩むな。
オイルカード置いてくか。亀が、亀が道を塞いでる。ちょっといなくなってもらわないと。リムはもう使って開けときましょうかね。まだどの本もレベル10に達してないですからね。レベル10になればもうちょっと魔法を使った時のエフェクトがかっこよくなるんですけど。一番高いファイヤーとドレインがまだ8ですからね。絵の裏全然宝が入ってないですね、今回。たまに強い魔法の玉とかも入ってるんですけどね。今のところそういうのにはありつけてない。あと2部屋あるので、2部屋探索してから、マジックポットがいるか。マジックポットはあんまり手出さない方がいい気がするな。ナッツ。ファイヤーで、こいつを焼き払いたい。倒せ？てない！逃げよう。よし。川の爪と、川倉か。に、石ころ。石ころ外さないとダメだ。装備してるとね、入れられないんですよね。違う違う。忘れな。川の倉と石ころ。で、艶出しクリームが、出ましたね。まあ一応、レベルの種を量産できるときまでは、こうやってクリームを量産しながら作るしかないですね。マジックポットは、あんまり手出さない方が良かった気がする。もう11階まで。と思ったら、魔石か。持ち物もういっぱいになってきてるんですけどね。回転床。回転床の、魔石は何だったっけな？タイタンだっけ？右上、上に進んだところに魔石があったけど持ち物がいっぱい。テレポカードを1枚置いてこう。ドレインの方も見える。ドレイン欲しいな。封印された箱を開けるのに使いますからね。ここいろんなアイテムがあるんですけどね。拾いに行くのもめんどくさいので。ささっと出口まで行っちゃいましょうか。しょっぱそうな実。命の実。あ、やったぜ。最大 HP が増えますね。回転床踏むと次の一歩がランダムに進むので、思ったように進めないんですけどね。やっと抜け出せた。マジックポット。亀は魔法で倒しましょう。魔石がまた落ちてますね。袋に入ってる魔石と同じ魔石は落ちてないので、多分あそこにあるのは芝の魔石じゃないかな。イフリートとかユニコーンとかも手元にありますからね。レベル6。やっとレベル6。うん。やっぱり芝だ。ナッツ食べよう。ちょっと早い気もするけど。パサパサした薬が、ヘイストの薬ですよね。一回ダイヤ置いて、ポーション。だから宝箱の中にそういうしょぼいのを入れるなと。まあ、今 HP 減っただから、助かりましたけどね。15階まで降りたら1回テレポカードで戻って、持ち物を整理しましょうか。よく考えたらあれ、絵が爆発するの、手持ちがいっぱいだからじゃないかな。手持ちに空きを作った上で絵を調べれば多分、アイテムが出てくれるかもしれないですね。ファイヤー。カエルになっちゃった。戻った。HP が地味に危ないな。サポテンダーも体力高いし、
なるべく離れて魔法で削りましょうか。倒せてない。苦戦するようだったらもうヒットアンダーウェイで時間をかけてでも倒しますけどね。ディムの本。本のレベル上げたいですからね。ダイヤ置いてくか。ポーション。この宝箱からのポーション率ね。もう階段降りてった方がいいかな、これは。寝ちゃった。カエル状態で寝ると可愛いな。識別のカード。識別でこのドキドキの薬はスローか。あ、そうだわ。サハギンが落とした薬ですから。ちょっともったいなかったな。あれ。また落とし穴か。お店。ご無沙汰しておりました。こいつはまたお店を経営してるんですね。ジャニターです。はい、どうも。今度はやっぱりアトラの姿なんですね。あなた様もお元気なようで。いやいや、そうじゃなくて。この体ですか？ええ、あなたのお友達アトラさんです。カミラパパさんでしたっけ？あの方とは比べ物にならないくらい素晴らしい欲望を持っておられますよ。まあ、貪欲なモーグリですからね。それだけ出来上がったダンジョンもかなりの大きさになってるみたいです。何をお求めでしょうか？お求めというか、スローの薬はもう売っちゃっていいか。とりあえず、手持ちを開けたいのと。ここで、もうちょっとなんだろう。もうちょっと後に出てくるお店でですね、すごく大事なアイテムを買えるので、今は買わないでおこう。はい。次回はいつ頃お店を開いておきましょう。これで、10回後にすると、合成にすごく役立つ種がね、買えるようになります。あと、不思議なしおりとかも買えるようになりますね。不思議なしおり、まあ、本のレベル上げにすごく使いますので。サンダーがめちゃくちゃ痛いな。44ダメージって。怖いな。寝てしまったわ。モーグリはこれだから。いろいろね、なんか他のファイナルファンタジーシリーズでも、最近モーグリが、ちょっと悪い面があるっていう、そういうシリーズもありますからね。見た目が可愛いと思ったら、実は悪いやつだったみたいな。最近ちょっとモーグリ株が下がりつつありますね。もうちょっとで15階まで行けるんで、そこまで行ったら一遍帰りましょう。まとめてサンダーの本とか売れば、そろそろどっかの家には電灯に明かりが灯ると思うので。ディム使った直後にエアロとブリザードも。一番技が深いディシディアの。あいつはもうね、真っ黒ですよ。レコードキーパーのドクターモクも、なかなかガチャでね、いい装備品を出してくれないので、個人的にはあいつすごい、恨んでますけど。ま、基本モーグリって、ね、優しくて可愛い生き物なんですけど、チョコボシリーズのモーグリは総じて貪欲なやつが多いですね。チョコボ2でもモーグリってなんていうかお宝のことしか考えないようなやつでしたし。ハムホイッスル使いませんけどね。まあ、使った時の演出が可愛いぐらいで。ドレインでこの箱を開けましょうか。
何が入ってるかな。軽い爪。ああ、いいじゃん、いいじゃん。軽い爪。攻撃力自体は低いんですけどね。キックのスピードが速くなる。敵と鉢合わせした時のゲージがかなり短いんですよ、これ。ちょっと早速装備して呪われてたら嫌なんで、今は使いませんけど。軽い爪装備すると、結構短い間隔で強い攻撃を打てるようになるので。これはいいものを拾えたんじゃない？まあ、自分が欲しいと言ってた最強クラスの爪とはまた違うんですけどね。軽い爪とその強い爪、掛け合わせれば、もう、勝ったも同然ですね。今すぐにでも帰るべきかな、これは。どうする？めちゃくちゃ今、悩んでますね。頑張ってちょっとマジックポットを倒してみましょうか。ディム。からのファイヤーでも使いましょうか。倒せるかな。よし。ちゃんと削り切れば、アイテム投げてくれたりするんですよね。ヌメヌメの薬。とりあえず置いとこう。ウリザード。と、ファイヤー。どうしたらいいかな。敵が今周りにないなら、踏む。あ、回復したわ。レベルアップじゃないけど、これはこれで、助かったわ。クロマ同士はもう、エアロで、背面倒そう。ここのクロマ HP100 以上ありそうですよね。100ぐらい削ってやっと倒せるぐらい。見た目の割に打たれ強いっていうね。次が13回。サポテンダー。サポテンダーは打たれ強いだけで、面倒な攻撃は使ってこないですけどね。まあ、障害物みたいなもんですね。識別のカード。軽い爪、まあいいや、泥道はもうちょっとしたら持って帰るし。それよりもこれだ。雷の種。使わねえな。装備品に雷属性を付与するっていう、まあ、合成用の種ですね。うん、使いません。食べましょうか、一応。レベルの種とかね、そういうのが本当欲しいんですけど。汚れた首輪。汚れた首輪。スピードの首輪が優秀だからな。あんまり付け替えることはないと思うんですけど。ダメだ、ちょっと、怖いので、距離を取って魔法を使いましょう。シャイン。逃げる。ヒット&アウェイは今回も、大活躍しますね。よし。鉄の爪はいらない。何この罠の密度は。確信のカード。確信のカードは手持ちのアイテムが全部識別される。まあ、識別のカードの上位互換ですね。コンフューカードはいらねえわ。敵に投げて使うぐらいしか。ゆっくり読む首は、外れアイテムじゃねえか。本を読むスピードがドーンと遅くなる。うん。全くメリットがありません。売ったらそれなりのお金になるのかな？でもって軽い爪はプラス1だったんで、これなら合成に使っても良さそうですね。トゲのついた首輪。これも気になるな。もうちょっとここのフロア見て回ってから階段を降りましょうか。
あ、くそ。道を塞がれた。知恵の実とかもいっぱい食べたいですね。毎回本読むのに時間がかかってるので。からの社員。よし。ドレインは箱を開けるのに使いますしね。おっと。あ、コウモリ。コウモリめんどくさいですね。ヒットアンドアウェイが確か効かない敵です。距離を取ることはできますけど、結構しつこく追いかけてくる敵なんで。でもってこう見えて、攻撃力はめちゃくちゃ高かった気がするんですよね。一発で30ぐらい、持ってきますので。いっぱいいるな。識別のカード。わお。地雷を踏んだ。痛い痛い痛い。ちょっとこれはまずい。どうする?テレポで一回逃げ帰るか?逃げ帰ろう、ちょっともう。持ち物が多すぎて、大変なので、ちょっと予定より早いですけど、一旦戻ります。んで、あら、カミラパパ。君たちに会ったのはここだったな。あの後まさか、水晶に取り憑かれるなんてね。サンダーとかはもう、ここのお店で、全部売っちゃいましょうか。湧き水も売っときます。ブリザードも全部売る。村に冷蔵庫が導入されますので。エアロも全部売って、この三つは取っといていいですね。ゆっくり読む首輪は売っていいわ。ガードの首輪か。シーフから盗まれなくなる。これも売っていい。あと、タンスに鉢植えが届いてるはずなんで、これをカミラにあげたらいいですね。先にちょっと一回セーブだけしとこう。かわいい。タンスの中身が、預けるじゃないや。呪われてる首輪はもう全部売ろう。素早さの首輪とかもいいけど、今もスピードの首輪があるので。鉢植えも買う。手持ちの空きが、あと2個持てるか。ユニコーン預けとこうかな。ちょっと、ハムホイッスルで取り寄せられるように。これ以上は持てないよね。ウィズの倉庫にちょっと魔石をいっぱい預けときましょう。ボス戦の直前で預けておいた魔石を一気に引き出して、まあ、それでボス戦に挑むっていう、そういう戦法でいこうと思います。それは鉢植えだね。鉢植えはお花のことはカミラが詳しいのさ。まあ後でカミラに持ってってあげますけど。倉庫もう一つ借りときましょうか。まあ倉庫が二つ使えるようになってるんですかね。とりあえず、最初の魔石には攻撃用のなんだろう。魔石を詰めていきまして。あとどうしようかな。あとで使うかもしれない装備品っていうのを2番目に入れときましょうか。軽い爪はこの後、合成しに行くので。ラフメイルとか雷もいいかな。まあ、後で合成に使えばいいか。読み取りも1個だけ呪われてないやつを
預けときましょう。あとはもう全部売る。で、よし。うん。アイテム管理もいろいろね、やらないといけませんね。はい、ちょっとじゃあ、呪われた首輪を全部買い取ってもらいましょう。すごいなんかカミラママの顔が引きつって見えますけど。鉢植え持ってきたよ。変わった鉢ね。うん。ダンジョンの中で見つけたんでしょう。そうそう。種か実を持ってない。それに与える薬も持ってない?種と薬で育ててみましょうよ。ほうほう。まあ、今は使いません。預けるだけですね。はい。置きまして、日当たりのいいところへ置いて、何を植えるか消えたら鉢植えに入れてね。後の面倒は私が見ておくから。うん、ありがとう。まあ、入れる種とか実は、ジャニターの店で仕入れます。ジャニターの店でね、すごくいい素材が買えますので。とりあえずテレポカード1枚買ってから行くか。あとは合成ですかね。今装備してるアイスクロープラス15は攻撃力29。ふんふん。いらっしゃい。やっとサニアが来てくれたよ。うん、彼女さんが来てくれたんですね。あ、そうだ。合成前には装備品を外さないといけない。機械をパワーアップしたんだ。ほうほう。合成するときに種や実を一緒に混ぜることができるんだ。まあ、ダンジョンのかまどと同じ仕様になったわけですね。ウィズがヒントをくれたんだ。ウィズが。ほうほう。合成するときに一緒に入れると、爪やくらの能力を合体できる種があるらしい。まあ、合体の種っていうのがありますからね。もっとも能力は2つしか合成できないけどね。見つけたんなら何でも試してみるんだな。うん。とりあえず2つの合成をまずは。軽い爪をベースにしてアイスクローですね。氷属性が消えちゃいますけど。500ギル。軽い爪になればね、攻撃ペースが上がるんで、だいぶ敵も倒しやすくなるはず。軽い爪プラス16。あんまり攻撃力自体は落ちてないですね。あとはこれに氷の蔵と雷の蔵を。第2ダンジョンのボスが一部氷の蔵で軽減できる技を使ってくるので、まあ、ベースは氷にしといた方がいいかもしれないですね。ぐらいでいいかな、準備は。サニアさん。うん、頑張りますから、頑張ってね。頑張ります。あとやることってあったっけ?ないか。ちょっとアトラのタンスから、ウィーズの倉庫に。装備品を移しときましょうね。こっち。いろいろ準備するのも、まあ楽しいですよね。アトラは大丈夫なのかな?まあ今、元気にお店を経営してますけど。ウィンドクロウを、まあ予備として。預けときましょうね。これでよし。よし、じゃあもう一回潜りましょうか。13階から戻ってきたんですかね。あ、風車がちょっとだけ回ってる。エアロの本いっぱい売ったからですね。ちょっとずつこうやって街の様子が変わっていくのも、まあ、このゲームの面白いとこですね。13階から降りましょう。今回の目標がまあ15階までなんで、時間が余りそうだったらまあ、また戻るなり、もうちょっと奥まで潜ってみるなりね、いろいろやってみたいですね。装備を軽い爪に変えてから本当、ゲージが溜まるのすごく早くなりましたね。威力もそれほど落ちてないですし、なかなか
いいんじゃない？よし。まあそれはいいとして。また本とかを拾い集めながら奥に潜っていきたいですね。いいところにブリザードがあったわ。サンダー撃たれる前にこれも倒せるんじゃない？倒せなかったわ。ミスった。いいな。確信のカード。確信は、なるべく持っておこう。よいしょ。まだまだ。本使わなくてもこんな風にガンガン蹴れるのはありがたいですね。ゼリー状の薬。なんだろう。地雷踏んじゃった。ついなんか走りすぎて、罠が見えてもね、そのまま突っ込んじゃいますね。俺だけ？勢い余って罠に突っ込むっていうの。ローグ系ゲームでは誰しもやるようなミスだと思うんですけど。痛い痛い。サンダーのダメージが本当大きすぎる。普通に杖で殴られた時のダメージは全然痛くないんですけどね。魔法陣踏んでみよう。元気回復。よし。識別のカード。識別はとりあえず、ファイル埋めのために敵に蹴っときましょうか。スティールバット。ゲージがこいつ消えないんだ、そうだ。まずいぞ。いきなりまずいぞ、これ。ちょっと待って、こんなにいきなり早い段階で追い詰められると思わなかった。逃げるんだよ。ね、ダンジョン内で倒れたら、レベルも下がっちゃうので。もう無理せず、逃げることにしました。きついな、この辺から。スティールバットはそうだ、離れても、ゲージが消えないんでしたね。なんで、ヒット&アウェイで、チキン攻めができないんですよね。墓を建てるんじゃない。死んでないから、死ぬ前に帰りましたから。ノーカウント。ノーカウント。ゼリー状の薬、毒薬だったんだ。毒薬は、敵に蹴ってもあんまり、ありがたみがないからな。売るか。ブリザードサンダーエアロは、もう売っちゃおう。鉄の蔵もいいかな。かまどに放り込んで足しにするっていうのもいいかもしんないけど。まあ、いや、余裕があるなら、持っとこう。これで、どうしようかな。もうちょっと手前から降りるようにした方が、いいのかもしんないな。10回ぐらいから降りてみましょうか。今のはちょっと、運が悪かったっていうのもありますけどね。大丈夫。もうちょっと慎重に歩き回るようにすれば、きっと大丈夫。牧人は逃げてゲージ消すことができますね。うん、軽い爪が本当に強い。マジックポットもこれなら、蹴り倒せるんじゃない？ダメージ薬を投げられた。痛い。なんかいいの落ちてないかな。亀からは逃げる。今の時間が11時半なんで、まあ、あと30分ぐらいですかね。30分もあれば、15回あたりまでは、降りられるよな。多分大丈夫。よし。レベルも上がった。いいね、いいね。宝箱はドリーンで開けましょう。ここでドレインよく使うんで、ドレインもレベル割と上がりやすいですよね。しょっぱそうな身。うん。
まあ、また何か属性系の種だと思いますけどね。雷の種とか、多分その辺ですね。ベタベタした薬。ポーションとか、生かす首輪。識別されてないのが増えてきたな。もうこの辺で確信を使っとこう。スリプルカード、いらない。風の種も使わない。肩こりの首輪。もう完全に外れアイテムじゃないですか。絵は爆発するし。ちょっと悪い流れが今、来てますね。痛い。追いつかれる。亀のくせに足が速い。ネズミもゲージが消えてない。リサイクルボックスに入れるやつは、持ち合わせてないですね。テレポピット踏んだか。いきなりもう HP が半分以下まで減ってるな。ポーション飲むか。パサパサの薬。これなんだろう。ダメージ薬。飲んだ意味がない。ここにも泉が。泉を利用してまあ薬を、まあ自分の体で識別するっていうのもありですよね。食らい上がれ。出てきたタイミングを狙って撃つ。うん。地味な首輪。なんだろう。亀が落とす首輪って何だったっけな。種。ぷよぷよした身。うん。わからん。まあ、いや、降りよっか。なんかほんと、これはっていうようなアイテムが見つからんかな。サボテン。サボテンはほんとに痛くないですからね。5ダメージ。社員の本がある。こっからなら敵の攻撃は届かんでしょう。ひたすら社員で。レベル7。本当だったらもう最初のダンジョンクリアするぐらいの段階で、各本のレベルが10ぐらいには上がってるはずなんですけどね。結構突っ走ってきたので、全然本が強くないですね。サボテンは、いいわ、普通に。蹴って倒しましょう。レベルアップの魔法陣は違った。変えるか。水路のあるフロアって大体こういう赤い魔法陣は、カエルになる魔法陣の確率が高いですよね。爆発。全然アイテムが見つかってくんないな。弾とか欲しいのに。落とし穴。サボテンをまあ倒しまして、寝るのか。レベルアップの魔法陣、なかなか今回は見つからないですね。黒魔道士もいるか。なんか今笑い声が聞こえた。ちょっと一回下がろう。よし。空きは、まだいっぱいあるか。ドレインで、開けときましょうね。混乱よけの蔵、ほうほう。ラミアとか、そういう敵と戦うときは、いいんじゃない？で、今12階で4の倍数だから、また本棚とかがある部屋もどっかにあるでしょうね。回復。
ね、マジックポットはいいや、もうめんどくさい。本棚の部屋どっかにないかな。あ、ここだ。早い早い。ウリザド。ヌメヌメの薬。なんだろうね。ヌメヌメ。ほんと敵が打たれ強くなったな。渋い首輪。首輪いっぱいまた、出てきましたね。空のボトラも置いていいや。先にこっち。スリプルカード。ちょっと、サンダー使われそうなんで。眠らせる。外すのかよ。そこで外すの。あ、痛い。二発目来るな。二発目の前に倒せるか。倒せた。危なかった。ええ、やれやれ。三、四発蹴らないと倒せない敵っていうのが結構増えましたよね。氷の蔵。持ってるからな。よいしょ。だいたい4発ぐらい蹴らないとダメか。まあ、軽い爪になったおかげで本当楽にはなってるんですけどね。よいしょ。スティールバットとかが怖いからな。肩こりの首はもう置いとこう。売ったところでね、呪われてもいますし、大したお金にならないので。こっちからはいけないのかな？よし。どうにか15階までは降りときたいですね。牧人。まあ、コウモリよりは、マシか。逃げる。コウモリ見つけたら早めに魔法で先手を打ちたいんですけどね。逃げる。切れているカード。切れているカード。なんだろう。氷の蔵は置いとこうか。絵の中に爆発。もうこればっかりじゃん。ドレインの本があと一冊か。中身は？イケてる首は。またなんかあの、外れのアイテムの可能性もありますけどね。クロマ同士は？あ、いたいた。よし。レベルアップじゃない。こんなになんだろう、出にくいもんでしたっけ？割と結構な頻度で、レベルアップの魔法陣って見つかったような気がするんですけど。今回は特に、なんというか、あまりついてない回なのかな。まあ、それでも死なずにここまで潜ってこれてますからね。これは革の爪。ああ、じゃあリサイクルボックスに石と一緒にぶち込みましょうか。また俺は見えてる地雷を踏みに行きましたね。次14階で15階まで行ったらどうしようかな。もうちょっと頑張って潜って、あの、ジャニターの店に行けるぐらいまでは。やってみましょうか。HP ちょっと危ないな。
万能薬飲んだら HP が50回復するんで、まあ、毒とかになってないにしても、飲む価値はありますけどね。逃げる。ゲージが消えてない。消えるタイミングがいまいちわかんないんですよね。ドレインの本が拾えない。これは持っとかないと、まずいでしょう。万能薬飲んで回復したので、これで拾える。あ、リサイクルボックスあるじゃん。ちょっと、艶出しクリームを作りたい。逃げる。逃げ。ゲージが、なんで消えないんだろう。やっと消えた。単純に距離取れば消えるっていうわけじゃないのかな。よくわからん。石は外してたか。革の爪と、石で。クリーム。ピッカピカですね。基本は爪強化に使いたいですね。クラはもちろん防御力強化のために強化も大事ですけど、ヒットアンドアウェイで大体の敵の攻撃は受けずに済むので、今はそんなに頑張ってクラを強化しなくても、まだなんとか耐えられますね。スティールバット、めんどくさいのが来た。こいつはもう逃げてもずっと追っかけてきますからね。鉄の爪。どうしようかな。ヘイストの薬もまだ、ボス戦とは、ボス戦からはまだ時間かかりそうだし。タンスに送っときましょう。もう一個も。もう一個はでもちょっと、いや。なんでこう、爆発に見舞われることが多いんだろう。毒の爪。相手を時々毒にする。使わんかな。レアではありますけど。またコウモリに出くわしたら、まずいな。いないね。いやー、ちょっと、どうしよう。本拾わなくていいや。拾いに行って死んだらシャレにならん。マリオネイターは、倒して大丈夫。マリオネーターたまにプチメテオの弾を落とすんでしたっけ？ダークタイタンはね、クエイクを落としてくれますけど。プチメテオ狙いでばあさんを狩るのもいいかもしれない。風の種食うか。ツーンと来る薬。なんだろう。レベル上がった。いいね。どうする？テレポボックスで、ユニコーン送ろう。またレベルアップじゃない？インプか。ワープストーンを投げてくる敵ですね。こいつはまあそんなに強い敵ではないですけど、いきなり変なところにワープさせられるので、それがちょっとめんどくさいかな。ナイスな首輪。ナイスな首輪は持ってないな。イケてるとかナイスとか基準がわからないけど、どうしよう。スリプルカードは置いて、疲労の爪。疲労か。これはこれで強いけどね。どうしよう。とりあえずまあ目標の15回まで降りてきたし、一回戻ろうか。うん、浅い階層はまあこんな感じで、割とサクサクね、降りてこれますけど、こっからさらに下はもう本当に敵が強いので、次回はこうもいかないでしょうね。
疲れる身疲れる身だったの。結構なんだろう、レアそうな感じがしたんだけど。石化剤はいらない。エリクサーか、エリクサーはいいな。ブリザードサンダーエアロも売る。ゆっくり読む首輪、のんびりの首輪、マイナスの首輪ばっかりじゃん。ルビーとガラスは本当に売るしかないしな。テレポカードをまた買っときましょうか。イフリートの魔石拾ってたんで、これはウィズの倉庫に預けときましょうね。アトラは大丈夫なのか。まだちょっと助け出すのには時間がかかりそうですよね。疲労の爪も一応予備として預けときましょうね。倉庫もごちゃごちゃになってきたから、またあの配信の外でちょっと整理でもしときましょうかね。サンダーの本売ったんで、今あのお店のドアの横にあるランプが灯ってますね。ちょっとチカチカしてるのがわかると思います。もっとサンダーの本売っていくと、まあ、あの他の家の電気もついていくので、まあ、できるだけサンダーの本売って、なんていうか、村を発展させた状態にしたいですね。あと残り時間が10分ちょっとあるのか。どうしようかな。よいしょ。テレポボックス回収して、ヘイストの薬も一応まあ、中に入れとこうか。セーブ。もうちょっと下まで潜ってみましょうか。まあ、行けるところまで行っとく。なるべく深く潜った上でテレポカードへ脱出すれば、あの途中から再開もできますからね。なるべくあのジャニターの店で、ある種をね、買っておきたいんですけど、今回のうちにたどり着けるかな。逃げる。ゲージが本当消えるタイミングが分かんないですね。痛い。ゴリ押しするならもうちょっと蔵を強化しないとダメかな。すごいダメージ受けてますもんね。逃げる。よし。ええ。おお、危ない。弾力のアルミ、ちょっとレアっぽい気がする。まずい。痛い。カラスが飛んできた。おお、挟まれた。まずいぞ、これ。インプの青ゲージはワープストーンかな？食らっても死にはしないけど。ええ。ヒヤッとした。プチメテを使おうとしてるな。危ねえ。なんか敵がすごく増えてない？もう一発ぐらいで倒せない。やばい。ええ。ハムホイッスルはいらんわ。ドル君が可愛いぐらいのメリットしかない。ラム。ユニコーン欲しいな。ユニコーンいっぱいあの、確保して、タンスに預けておきたい。潜るか？とりあえず潜れるだけ潜るっていうの？解毒剤。なんで俺解毒剤飲んだんだろう。いいわ。お、店、来たこれ。ここで売られてる一番安い実が確か、消去の種ですかね。いっぱい欲しいです。
2個ぐらい買っとく。あとは不思議なしおりも買えますね。2つこれも買うか。これでよし。これまた10回後ぐらいにして。10回後ってしないと、消去の種とか買えないですからね。ヒルギガースがいる。やばいやつだな。ファイヤーはまだ届かないな。もう一歩前に出てくれないと。あ、ダメだ。ゲージが溜まり出した。コウモリにも出くわした。非常にまずい流れ。コウモリなるべく絡まれる前に倒したいんですよね。向こうもゲージを溜め始めてますね。おお、逃げろ。マスク。よし、レベルが上がった。逃げろ。もう、うかつに歩き回れないですね。次の配信までまたちょっと、チョコボ、プーレを強化しときましょう。今のワンワじゃ、これより先に潜るのは本当に危なすぎる。消去の種ですね。あ、命の実もあった。いいものを拾えてましたね。サンダーの本と毒の爪はいらねえわ。売ってルビーも売る。ハムホイッスルもいらない。不思議なしおり、あ、使っとけばよかった。まあいいや。消去の種とここで目にいい薬を買います。消去の種を埋めて目にいい薬を与える。これでしばらくするとレベルの種っていうのが出来上がってですね。装備品を合成するときにこのレベルの種を一緒に入れると、プラスの数値が2倍になります。2倍ですよ。なので、例えば今装備してる爪プラス19だったら、レベルの種と一緒に入れると、もういきなり38にまで増えるんですよね。でもって村がちょっと発展してますね。村の奥に行けるようになりました。もうちょっとカミラママのお店でお買い物とかをすると、ここにさらに家が建っていくんですよね。まあ、どんな人が来るのか、それはまた今後のお楽しみということで。ラムーの魔石を預けときましょうね。魔石もだいぶ溜まってきましたね。どうしようかな。まだあと5分ぐらいあるのか。5分で何ができる？1階から潜って、まあ、5階層ぐらいも潜ってからテレポカードで戻れば、さっき植えた種がですね、もう収穫できるようになりますので、浅い階層をささっと潜って、植物を、育てるようにしましょうかね。アイテム集めはまあそこそこにして、階段見つけたらもう、ささっと降りるようにしましょう。できればね、サンダーの本とかも拾いたいですけど。階段、あった。5階ぐらいまで潜ったら、出ましょうかね。爆発。本当にもう、なかなかアイテムが出てくれないですね。ブリザードの本も欲しい。階段がありますね。爆発。何回目だよ。
トレイン。サンダーの本もある。浅い階層は割と本が落ちてるとか、まあそういう、なんですかね、決まりでもあるんですかね。寝た。透明チョコボが寝ている。階段どこかな？ファイヤーと地味な首輪。浅い階層の宝だから、まあ良くてルビーの首輪とかそんなんでしょうけどね。どこだ？わからんぞ、階段が。こっちかな？こっちか？違うわ。弾がある。バイオ？バイオの弾初めて拾うな。まあ、おなじみ毒の魔法ですけど、これも上位の魔法があるので、もう一個バイオの弾拾ったら、リサイクルボックスにまとめて入れたいですね。識別のカード。まあ、すぐ村に戻るしな。あ、そうだわ。不思議なしおりとかを使わないといけないんだった。9回読んでレベルが上がるファイヤーに使う。元。サンダーにも使っときましょうかね。命の実も食べていい。いや、魔石が見えた気がする。やったぜ。イフリートか。5階に降りたらテレポカードで脱出ですね。まあ、それでアイテム整理して、今回の配信は終わりという風にしましょうか。本当になんか、魔法の本いっぱい拾えるな。袋がいっぱい。どうする？トロトロの薬、多分これポーションじゃねえかな。ですよね。こんだけいっぱい拾えるんだから。カラーのボトル。いらねえよ。置いて帰りましょう。ドレイン。ドレインはよく使いますね。よし。んで、こっちか。多分こっち。あった。で、降りて、脱出。多分これでカミラに育ててもらってる花がね、咲いてると思います。どうかな？あ、できてる。熟してるわよ、持ってくの。はい。レベルの種。これがすごく使えますね。カミラのうちにはまだ冷蔵庫が入ってないんですね。湧き水のカードは売ってあげましょうか。で、ブリザードと、サンダーと、エアロアル。ホタルビーも使わないんで、売っちゃいましょうか。早速レベルの種で爪を強化したいですね。ちょっといらないような爪とかを引っ張り出しましょう。倉庫は今は借りない。アイスクローとかにしときましょうか。で、魔石は預けたいですね。3番目の欄に玉を預けましょうか。で、いいかな。多分大丈夫。お金は3500。これだけあればいいか。種とか実を使った合成だと、千ギルいりますからね。
お金払うのめんどくさいなら、ダンジョンのかまどを使えば、タダでできますけどね。二つじゃなかった。三つだ。軽い爪をベースにしてアイスクローを入れてレベルの種を同時にぶち込むことで、プラス40になるのかな？千切る。頼むぜ。荒井さん。どうよ。プラス42。うん、強い。攻撃力53ですからね。倍近くになってる。プラス値が最大99まで上がるので、もう一回レベルの単位と一緒に合成すれば、もう最大値まで上がることになりますね。簡単にこのレベルの種を作れちゃうっていうのがね、バランスブレイカーっぽく感じちゃうかもしれませんけど。まあいいや、とりあえず、アイテム整理はこれぐらいにして、もうそろそろセーブして、終わりにしましょうかね。よっしゃ。というわけで、いいかな。うん。一通りやりたいことをやれましたので、今回の配信は、ここで、おしまいにしようかと思います。どうも、ここまでご視聴やコメントいただいてですね、本当に、ありがとうございました。この続きの配信はまた明日、やろうかと思います。6月26日月曜日ですね。明日の夜10時半から12時くらいまで、まあ、90分くらいの尺で、次は、地下30階ぐらいまで頑張って潜りたいですね。ただ本当に敵が強くなってきてるので、多分次回の配信を始めるまでにですね、またちょっと、プーレの装備品とか、あと読解レベルとかですね、いろいろ強化してると思います。まあ、ちょっと前回の配信と違うところが出てくるかもしれませんけどね、そこまでガラッと変えるつもりではないので、また明日の配信もよろしくお願いいたします。というわけで、どうもありがとうございました。お疲れ様でした。